はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。ギルド大会ゴールドリーグ第2試合となります。本日対戦いただくギルドチームさんですね、ハナドンズ T3 さんですね。よろしくお願いします。あ、ちなみに昨日の1戦目は負けてしまいましたね。いやー、ゴールドリーグといえ全然やっぱ強かったね、相手がね。で、今日もちょっとね、苦手なやっぱ素早さパーティーで結構組まれてるんで、ちょっと苦しいね、苦しい。まあそんな中ね、ちょっと今見てたんですが、こちらの方、無課金の方、私も無課金なので、ちょっとね無課金対決をしたいかなと思ってます。で、私のパーティーはまあ出てる通りこんな感じにしてます。先方としては麻痺を2枚取ります。プサラナイトと、エビルプリスとか取って、どっちかな、まあ、モツカかエースタックかどっちか落とすかって感じ。1段目そういう戦法、素早さ、まあ行ってみましょうか。行ってみないと分かんない。よろしくお願いします。まあ配置次第だからね、言ってもね。これエスタック落としたいね。じゃあ、はい、よろしくお願いします。どこなんだな、ここに投げてんだな、ここの、あれポッチはいくつあるの、これ届かない。あ、いやいや違う、こっちが左側から回って焼けつく打つ、こっち側回って焼けつく打つ、サラサラ以上、そんなんだと思います、多分いいのは。天空流ここから行けるから 1,2,3 届くでしょ。で、順番、あ、ちょっと待って、 1,3 の、え、早い、え、ちょっと早いな、あ、早いな、ちょっとこれ、ちょっと待って1,2,3,4,5、早いな、スタークも早いな、ちょっと待てよ。1番前まで出ようか。これあれやばいか、これ一番、いや、エスタークに押されんな、多分。一番、二番、天空流、情熱、ドラゴンネップ。二番。で、そこで不屈が出てなきゃいいけどね。多分これ素早さ持ってるから。威力はでも2000あるな、 HP。 うわ、早え。だ、次のターンもちょっとダメだな、これ。ちょっと待って、これじゃあ次のターンに備えてこれいって1ターン目で、その場で多分ドラゴンネップしてくるから、3番入るでしょ、3番、まあ、こっちでもいいか。で、あれがモナハンが落とされるでしょ、3番、4番は麻痺で止まっている。で、5番ここでサラサラしてやる、ここになるのか。どうしようかな、あ、ちょ、そこになるのか。ここで、あ、これここで打たなきゃダメだ、マヒトルの。だ、一番前しかないんだ。前出るか。前出て、そしたらエスターク下がる気すんな。ここの、エスターク下がるな。ここだな、エスターク。
で次のターンも向こう早いんだよ。1番え、ちょっと待って、1番ああ下がるな。ここで取る麻痺、ここで麻痺取る、ここで麻痺取ると、麻痺取ると その場からでもね、一緒だよな。ここで麻痺取るでしょ、ここで麻痺取る、あ、ちょっと待って、あ、麻痺麻痺も無理か、あ、素早さ負けてるからな。どうしようかな、んー、ここで麻痺取る、ラーミア、ここどっちかというとマモツカー落としたいよな。エスターク、エスターク、エスターク、エスタークな、エスタークな。ドルマオッケーだから、ここここやっぱ一歩下がるな、ここだな、どうしてもここになっちゃうな。いやでも前詰めたいな、前詰めようかな、前詰めて、ここここ、あ、じゃあここここでいいの、ここここにすると、1個空いて、うん、どっちかしか入らないか、そしたらそうだね、だからここここにしようかな、ここここにすると、でもな、魔物使いがどこ出てくるかな、ちょっとまずい気がするんだよな、それ出てきた出てきた、ここで打てばいいのか。いやでもエビルプリスも入れたいんだよな。うーん、次のターンが動いてしまうから、デインとかは取るんだっけ、等倍か。2ターン目のサラサラは1個目入るでしょ、1個目入って、マモツカはエスタークを眠らす、あーダメか、あ、ちょっと待って、2ターン目の最初に、あー2ターン目でも すみません逆転されるんだよこれな、なあ、だから727、うん、5しか変わってないもんだって、2ターン目はすみません取られちゃうんだ絶対な。あ、じゃあちょっと、あー、そんなことないか、1ターン目、え、1ターン目引くってのあるか、一旦目引いて出てきたところ麻痺取る、で二旦麻痺、ちょっと待って、それでもいいか、それしようか、2番これまあ当たんない、こエスタークも当たんない、あ、 こっちか、こんなこれ出てくるから絶対熱風入ってないよな、うん、一旦目来て、ラーミアッチで麻痺だな、ラーミアッチで麻痺、そしたら7番とかさ打てるじゃん、7番しかいないのか打てるのは、エビルプリスト4番、これは入っちゃうから、こんな感じか、え、これ、いや待って、この子はまあスカラーないわな、この辺はあるんだっけ、覚えれないか、覚えられないか、じゃあ出てくるのみだな、あ、じゃあそうしようか、それが一番いいわ、ここ出てくる、こっちの貼っとく、あ、いやいや、ラーミアは出てくる、1234、ここで麻痺だ、ここで麻痺、ここは入ってしまうんだ、エスタークの一撃入ってしまうわちょっと待ってよ、ドルマは苦手だよな、ドルマ苦手の、バギデイン、バギデイン死ぬなこれ、あー、これうまくいかないな、ここな、ここ、これはまあ入るよな、これ入る、じゃあこっからだな、明日エビルプリスも被るわ、え、エビル、どっちが先だっけ、あ、エビルプリスが先だ、うわー、ほんと射程優秀だな、エビルプリスト、エスタークも、あ、これ2枚入っちゃうんだ、あー、もうこの作戦無理か、
どうするかな。だってエビフリスここだろ。ここで家だよな。だからエスタークは1個前出て1個前出て打てるもんな。打てるんだよなそれな。1番待機、2番出てくる、3番、うん、4番出る、4番出る、4番出る、いや、1ターン目に、魔物使やっちゃう、どう？じゃあそれだったらこの辺下がる、下がるで、2番、いやこれもこっちでいいか、これこっちでいいか、ん？これ入ってんだっけ？入ってんのか。こっちの、まあさ、これさ、もう下下がれるかどうかわかんのかな。枠あるか、下あるか。前下がろうと思ったら下がれない時あったからな。ここ下がる。まあこの辺でもいいけど、下がっておく。ラリホー覚えておけばよかったかな。で2ターン目モーター、あ、2番目モーターで、麻痺取っちゃうじゃん、あれエビルプリスト。1ターン目は魔物使をやっつける、うん、あ、それが最小限だわ。で向こうのピサルナイトのカバーをさせないようにする。お、みんな置いていかないでくれっていう状態にする。ラーメンの使い道どうする。ラーメンは天雷球使えるから、2ターン目さ、これ上回れないか素早さ。あ、いや向こうもバフかかんの、あ、バフかかんないか、バフかかんないか、向こうはダメージ与えないから。667、720ぐらいは上がるよ。あ、これ2ターン目超えれるわ。あ、違うわ、オーロラ入れんのか、オーロラ入れないか、進路は違う。あ、いや受ける必要あるか、うん、あの向こうのバフ上げる必要ないから、ラーミアの、あとエスタークの、うん、1ターン目は手つけない。で2ターン目に神竜のサラサラからの違うわ2ターン目は勇者のが魔物使のが上がるから、ラーミアの天雷からのあれで落とせないか。天雷ダメだ、天雷ダメだって、天雷ダメだそうです。天雷ダメなんで、焼けつく係はこの子、エビルプリストの焼けつく係、焼けつく係で、モーターを打ち込む、モーターじゃない、ツイントルネード打ち込むからのダメかな。この子も素早さ持ってるから1なら、うん、いけんじゃないかな、どうかなっていう感じ、うん、そうしよう、それがいいや。1ターン目はもう完全、あ、違う違う、魔物使い、あ、魔物使いやれるかこれ。ちょっと待てよ、2番目の4番の6番、6番はエスターク、あー当たっちゃえばダメだ、だからうん、しゃあないな、これ超えられないわ、エスターク超えられないわ。ここでしょ、ここを、じゃあ真珠はもうがっつり行こうかね、真珠はこがっつり、ここのここに来るから、ここのここでうちのターン来るから、ここから打てばさ、ちょっと待って、ここから、こっからでもいいか、こっから打つ、こっから心理打つ、こっから心理打つ、エビル、これ、エビルプリ、ここいるからね、エビプリ、ここね、いる、6番、エスタックでどっか打てるとこある、ちょっと待って、エスタック打てるとこある、エスタック、1個空きの2マスだよね、確かね。1個空きにます。そうだよね。1個空きにいますよね。ここ。こっから打つ。1個空きにいます。ここは、あれが詰めてるから。この先。ここか。ここがあんのか。1個空きに。あ、ここがあんのか。こうこうこう並ばせる。こうこうこう並ばせる。で、ドラゴン熱風でいければ、2ターン目に、ああ、いや、ダメか。結局上がってきちゃうのか、あーダメか、あ、
ドラゴンの息で眠らす、ドラゴンの息で眠らす、ここ下がってくる。でもあれ麻痺取れてない、麻痺取れてない、だから厳しいよな。エスはここだ、真理はここから、こっから1個開けろ、います、真理はこっから。ちょっと待って、ここでしょ、あ、いやここしかない、いや受けないように、ここにするか、受けないように、ここ真理はこっからで、6番来て熱風入れる、落とす、魔物か落とさせていただく、で次のターン、エスタークは素早さ上がってない状態だからいけんじゃないって感じ。真珠ここだ、こっから打つ、入ってない。これなんでラーメンはそこにいるの？ラーメンなんでそこにいる？なんか意味あんだっけ？でちょっと待ってよ。ちょっと待って。でここに並ぶんだよね。ここに並ぶんだよね。で次のターン、真珠はここから。ここ並べばいいのかな。トルネードを打ちなのか、トルネードを打ってトルネード2ターン目、神竜は負けるから素早さ、トルネード打ってトルネード打って、麻痺取ってって感じしたいんだよね。ここにいるんだよね。ここにいる、麻痺もしくは天雷で、あ、いやいや、そうだ、あれが入らないからな、ま、ここでトルネード打って、ここからラーミアが麻痺取る、そんなんでいいんだよね。ここに下がっとこうか、ここ下がりましょうか。下がる、2ターン目に麻痺取る、いくよし、じゃあそれです。もう完全無抵抗状態でいきます。1ターン目はもう使うだけをやる、練りに練った戦法だね、これがね。ここ入らない、1-3だから素早さも大丈夫。よし、じゃあよろしくお願いします、いきます。ここいらっしゃい、羽ばたく、いらっしゃい、あっちょっと待って、これ、ここだよな、これもう一個出たらまずいよね、もう一個出たら当たるんだよね。いや、あのエビプリにもさ、いや、カバーも入っちゃうね、これね、エビプリ。ちょっと待ってよ、こっち入ってないな、こっち入ってない、あっ1個下入るじゃん、こっから、はい、そっから入るじゃん、うわー、すんげー優秀、どうせ当たっちゃうんだから、これ当たっちゃうわ、なんだ、当たっちゃうんだったら入れたかったな、がっつり。どうしようかな、これやって熱風で落とせないかな、エビプリまで、ギラ大弱点であれ、激減っていうパターンで、ここで打つとエスタークどこで打ってくる、これ
ここかここはないか、ここだ、ここか、ここか、ここに来たら熱風出んのか。でもスペース上がっちゃうよ。いやーでもこれ打つか、ここでいいか。1個下でもう当たってしまうから、1個下だとここに固定できるんだよね、エスタークの場所。ここにエスタークはでも何も進めないんだよ。だからここで行きます。で次の熱風、ああでもなあ激減じゃちょっと厳しいね、多分厳しいと思う。うん、まあここで行きます。まあしゃあない。いやーちゃんと危ない水着みんなつけてる。もうああ痛い、ちょっと痛い。それあれ、あ、あれ回復、あぶね、あれ回復入んだっけ。これカバーさエビプリ入っちゃうわ、エビプリにカバーなんだけど。ちょっと待って、831ってめちゃくちゃ早い。エスタークどうする、エスタークも次厳しいぞ。776でこ706693負けてる。でこれカバー入るでしょ。あじゃあ、いやラーメンたちそこじゃなかったろお前ら、マヒマヒでいけると思ったけどマヒマヒ無理だ。123いや届かない、マヒが届かない。1もうつらい、麻痺が届かない。次こっちが先だ、776。あ勝負来るよこれ、どっちが先か。来ればラリフを取ってやりますこれ。776エスタ君勝ってくんないかな、頼むよ運営、いつも負けてんだから。で次シンジは死ぬね。うん次神竜死にます。しまったな、頼むエスタ君勝ってくれ、素早さ勝ってくれ、素早さ勝ってくれ。あでもさ届かない、あーなんで負けるかな。いやーありがたい、なんで素早さ負けるかな、勝っていいだろ普通に。うわー届かないんでラーメンたち、しかもプサラナイトカバー放棄した。あれいやこれは落ちるわ、これ落ちればよかったけどな。これちょっと待って、どうしようか、どうしようか、ゴレムス呼んでやる。いや悔しいからさ、次のさ、いや次どっちみちあのゴレムス呼んで神竜カバーしてやる。あれどうする、いやこれだって次一歩隣だもん、一歩隣行ってあれだもん。どうするこれ、カバー入れてやるか、カバー入れてやって下二人を前に出す。いやでもさラーミアの方もちょっと危ないな、多分ラーミアに来る可能性もあるな。ラーミア届かないか、ラーミア届かないのか。いやー76でまたこれバフ上がってんのかな、上がってないのか。次はいや次また勝負してやりたいけどな、うん今度は取れるように。でこっからゴレムスを呼んでやる、
で心理を生かす戦法、カバー入れてやって、カバー入って、カバー入ってオーロラでピサナイト落とす。これ何、縦って何があんの？縦4って何があんの？縦4って何があんの？2から4の眠り？眠りか。眠りか。眠り入ったらまためんどくさいな。エスター、エブリクリストどうしようかな。なんかうまく誘導できないかな。ここか。サラサラ。2回回復入るんだよね。眠りか。眠り使ってこないよな。呼んでやる。でエスタークはエビプリストを打ちながら、エビプリストを打ちながら、エビプリストを打ちながら、いや次エスタークに対しては打ち取るから、素早さ絶対絶対取ってくれるから、うん、落としたいのは山々だけど。ここで呼んでやる、助けてやる。モナハンとあれば左側にずれる、左側にずれる。で次真理のブレスでエビプリストを攻撃しつつ、攻撃しつつ、ピサナイト、ピサナイトも、ピサナイト落とせないか。いや行くわ、それで行くわ。いや悔しい、素早さ負けは悔しい。で神竜も生かしたい。壁剥がれた。これがあんのか。これって自分、自分入らんのか。これ入れといてやるか。さあ来い。あ、危ない、危ない、そこね、危ない、マジ危ない。これ入れてやる。落ちない、落ちないから。あ、ちょっと待って、これ射程入ってんじゃねえか。これ、これエスターク落ちるよね。これエスターク落ちるよね。トゥトゥンって、トゥトゥンって落ちるよね。踏みとどまって大回復とかいう間抜けな落ちないよね。いけるよね、トゥトゥンっていけるよね、トゥトゥンって。これでいくか。これで回復入って、ちょっと待って、これで回復入るでしょ。あ、これ死ぬでしょ。ビビビ回復入って、ピサナイト前に詰めてきて、カバーするよね。で次のターン、次のターン、次のターン落とせるか。次のターン落とせなくない？だったらさ、ここでこうしたくない？うん、ここでこうしてやって、で守つかは勝つから、もう勝つかな、それも心配だわ。ここに来ると勝つかな、素早さ776776、勝つかな。こうしてやって回復入って、
麻痺取ってやって麻痺取ってもさこっちは落ちてんの落ちてないよな何聞くのちなみにあ、麻痺取るのかじゃあトルネード入りそうだなこれやって回復入るトルネード打ってでピサロナイト どうやって処置するつもりなのこれピサロナイト どう処置するつもりなんだろうこれ2人入らないもんねこれで行ってやるでピサロナイトカバー入るで次マモツカからなんでねマモツカからドラゴン熱風で落とせるかなドラゴン熱風で落としてマヒマヒのなんか厳しいねどっちにしてなんか厳しいねピサロナイトは厳しいねなんとなくだけどうんあギラ大丈夫あだから落とせるの落とせて2回入るんだよね3回じゃないね2回だよねで麻痺取ってまた神竜のターンちょっと厳しいねじゃあこれはこれでいきますスターク落とせるかな頼むよいきます落ちろなんだこのピサナイト攻めるなねえそれだったら言ってくんね勝てすまん勝てすまんあれかなさらに上がってんだよなそう思ったあー落ちないのかあれこれはこれだな、これしかないな。これはこれしかなくって、で、これはこれ。うわー、きつ。あー、きつ。次マモツカを、モナハンを狙わせたいは狙わせたいよね焼けつくってどんな感じ半減なんだ半減狙うかこれやってもしゃあないもんなで次あ違うかあマインドも半減トルネードが一番入るこれにしてこれにするかで神竜がぶっ込む神竜がぶっ込むいやこれにしても自己ブレイクあ自己ブレイクは耐えれるか一応だ帝王の一撃帝王の一撃がモナハンに行くようにしたいんだよねだけど神竜のあれがあれだからあ自己ブレイクで落ちるかな帝王の一撃をモナハンに誘導したいんだよねでゴッドで回復しちゃうと帝王の一撃がシンジュに行っちゃいそうなんだよねあ、これで落ちるかなしかもさ、腹痛で止まったんだよなこれさ、落ちないかな落ちないんだよなうん、落ちないんだよなこれ回復してもあんなもんかじゃあこっちにしようかここにしようかこれがいいかもしれないで帝王の一撃がモナーハンターに行くからこの回復量だったらおちろおーよかった攻めるねあなた一回もカバーしてないぞもしかしてカバーさ何オフにさせられてるはいというわけでありがとうございましたポイントいくつだ
いや、素早さすこ負けたのな。4ターン1落ち、145。これが私のファイナルアンサーです。